皆さんこんにちは、葉月光栄です。愛子です。はい、葉月のショーウィズ A、ということで今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、すごい今日いいお天気で ね気持ちいいですね。なんか皆さんどこまで見えるかわかんないけど、あの後ろは海なんですけどもね、はい、まあ日本の某所に、来ております。某所でございます。はい、分かる人は分かる、分からない人は分からない、まあそんな感じでございますけどもね。なんかあのようやくこう緊急事態宣言もね、まあなんか一段落して、まああのね、それに関してはもう言いたいことはまあいろいろ あって、まあそれはあのこの間ね、そのセミナーでもまあいろいろ話したんで、まあその話はとりあえず置いといてですね、まあこうなんかね、みんなやっぱりこう季節も良くなってきて、やっぱり移動したくなるよね。旅行行ったり旅行ったり。愛ちゃんはどんなとこが好きなの？旅行どこでもいいよって言ったらどこに行きたいの？どこ？ですね、屋久島に行きたい。屋久島。屋久島は一度行ってみたい。あのなんかトレッキング？そう、トレッキングしたいですね。屋久杉見に行く。見に行きたい。僕あの実は行ったことはないんだけど、いやいやない。早かったね。ないんだけど、あの。あれってやっぱりすごい片道5-6時間かかるらしいよね。本当ですか？そのまあどこまで行くかなんだけど、はい、いわゆるそのあの薬杉の、あの千年杉みたいなのを見ようと思ったら、なんか片道5時間だから行って帰ってる10時間ぐらいかかるらしいよ。だからなんかかなりな覚悟を持っていかないと、でそしてやっぱりものすごい雨率が高いんだよね。ああ、でもそうですよね、そんなイメージですもん。だからもう雨ももう覚悟していかないといけないっていうようなことは聞いたけどね。意外と過酷なんですね。結構大変みたいよ。でも行きたい。ああそうなんだ、あとは？あと、ああそうね、温泉。いや温泉好きじゃないの、違うな。あ、でもあのあったかい北海道に行きたい。ああ季節のいい時にね、はい、日本で行ったらね、はいはいはい、に行きたい。なんかこう広い。あ、それ行ったことはないの？冬しかないです。ああそうなの、なんかこうすごいもうまっすぐ一本道とか、そういうのが草原みたいなとか、そういう感じ。それが見たいかな。あのまあなんかね、やっぱこのご時世なので、あの多分まあしばらくはね、あの海外はちょっと行けないですね。はい、もうあのそれはもう覚悟した方がいいんじゃないかなと。でまあ逆に言えば、本当にその間日本人が日本のいいところをもう一回再発見するっていうか、再体験するみたいな。であの昔からね言われてるんだけど、日本ってもうそのいわゆる五大陸全部のそのひな型っていうか、それが縮小版であるって言われてるのね。だからまあ例えば分かりやすい例で言うと、四国はもうオーストラリアなの。形も結構似てるしね。で、あの九州はアフリカ大陸だったりする。あれも形も似てるのよ。似てるのよ。で本州がまあ要はユーラシアなんだけども、大きいね、一番大きいんだけども、ただその全部じゃなくて、いわゆるその北海道と東北の一部あたりはアメリカ大陸なんだよ。っていう風に見るみたいなのね。でそうするともう要は。結局日本の中ってその四季も全部あるし、本当に寒いところから高いところまで全部あるから、基本全部日本の中で賄えちゃうわけよ、世界中のどの気候も。ああそうか。そうで、その中で言えばね、あの多分僕が思うのは、これからね日本の中で言えば、そのまあさっきの屋久島もそうなんだけど、あの沖縄が日本の中の海外になる。でももうなんか雰囲気ちょっと違いますもんね、沖縄だけ ね、もうだから、まあ、屋久島なんかもそうだと思うんだけども、本当にそのそういう離島へ行くのはもう完全に海外旅行と思った方がいいんじゃないみたいな、そういう体で行くみたいな、だからむしろその沖縄の人たちとかはほら、なんか沖縄の方言とかあるじゃん、で聞いてたら全然わかんないじゃん。むしろそれで話した方がいいかもしれないねみたいな。ああなるほどね。すごい海外感がめちゃくちゃ出るじゃん。ありますね。確かに雰囲気出る。なんくるないさーみたいな感じで、なんすかみたいな。聞きたくなりますね。そう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 。こっちもね。で一応だからこうなんか事前になんかこう ありがとうはどう言うみたいなね。調べていくとか。やるっていう、ね。そうそう。それぐらいのなんかこう自分たちもこうなんかモチベーションで行くとすごい楽しいかもしれないし。
まあ、むしろ それぞれの大陸がね、今言ったみたいに、あ、なんか例えば四国行くんだったら、なんかオーストラリア来た感じねみたいなとか、九州だと、あ、ここはもうなんかアフリカの感じねみたいな。だから結局キリマンジャロとかさ、本当に阿蘇とかに対応してたりするわけよ、うん、あ、そうかもよる、ね、うん、だからあの周りの草原とか見たらなんかね、なんかちょっとこう、んなー、いやいやーって言って、ちょっとライオンキングみたいな感じになるじゃん。なるよね。なりますね。ほんとなるわ、そう。だからそういう意味では、本当になんか日本でうまくできてんだよねって感じなんですよ。で、じゃあ日本の中でまだ行ったことないところはたくさんあるの？たくさんあります。東北とか行ったことない。あ、そう、東北とか本当に行ってみたいけど、やっぱり私福岡に住んでるから、うん、遠いイメージ、はい、そうだよね、あるので、なかなか東京より向こうって言ったら長野とかスキーみたいな。あのね、東京より向こうじゃないんだよ、長野は手前なんだよ、だいぶ恥ずかしいいいってみんな分かってるから。分かってる、ちょっとね。じゃあ東京、あ、でもさっきその北海道ぐらい、そうだよね、バーンと行っちゃうもんね、わ、うん、かるわかる、でも行ってみたいです、そうそう、に西の方の人からするとやっぱすごくやっぱり遠い感じがするよね、うん、だからそれは逆もあるから、うん、やっぱり東北の人たちからすると、うん、その本当に大阪より向こうとかはもうすごい未知の領域じゃないのかなっていう気はするけどね、うん、いいとこですよ九州。はい、いいとこですよ。はい、もう住めば都ですからね、どこでもね。そう、はい、なんか僕はやっぱこういう仕事柄、うん、ほとんど行ってるんだよね、行ったことないとか、まあ、ほとんどない感じなんだけど、うんうんうん、まあ基本そのほら通過するだけとかだったらさ、うんうん、行ったっていう感じにあんまりならないじゃん、うんうん、一応僕の中ではなんかそこでちょっとお仕事する、うん、まあ僕の場合だったらやっぱり お話しするっていうことがメインになっちゃうんだけど、うんうんうん、そのお話ししたことがない都道府県っていうのがやっぱりちょっといくつかあるのね、うん、でもほとんど行って喋ってる。でその中で言うと、うん、やっぱり青森はね、うん、行って喋ったことないんだよね。青森ね、僕ね東北ね、うん、秋田も岩手も、うん、宮城も、うん、福島も、うん、全部行って喋ってるんですよ。なんか東北っていうくくりになるけど、それぞれなんかこう、うん、特色やっぱ違うんですか？そうですね、まあやっぱり全然違うね、 それぞれ、あ、そうそう、東北で今忘れちゃう、うん、山形もそうなんだけど、山形はね、結構何回も呼んでいただいて、うん、何回も行ってるんだけども、うん、そうなんですよ、うん、はい、なんかこうね、そういう意味っていうか、そういう意図で日本をこう再発見するっていうのは、うん、とてもいいですよ ね、こういう機会にね、はい、いいですよね。なんかやっぱ県民賞とか見てても本当に全然違うじゃん、何それみたいなね、そんな食べ物あんのとか、へえみたいなことは多いから、なんか十分多分ね、うん、日本国内を旅するだけでも楽しめるんじゃないかなと思うし、うん、僕やっぱほらこのすごい神社とか大好きだから、うん、必ずその土地行ったら神社行くんだけど、うん、もう全然違うもんね、やっぱり全然違う。へ、うん、やっぱりね、北の方行くとね、うん、神社感がね、なんか寺とやっぱすごく本当に統合されてる感じがすごいする。うん、うんうん、なるほど。なんかやっぱりこう西の方が分かれてるっていうか、はっきり神社とお寺の、まあ、役割が分かれてんじゃないかなと思うし、うん、まあ同じ西でもやっぱり太平洋側と日本海側と全然違うしね、うんうんうん、九州は九州のやっぱりこうなんか空気感も当然あるし、うんうん、四国行くとねまたは全然違うから。へー、うーん、そうなんですよ。そういうのをなんかこう自分でなんか自分の好きなスポットをなんか意識しながらあちこちを行くのはすごい楽しいんじゃないかなと思いますけどね、うん、いいですね。いや本当なんか今海外にね目が向けがちだったじゃないですか。そう、今までね、ね、今までだけどね、うん、これでね日本に向けてね、そういいですよね、まあ、日本だったらほら、うん、基本的に全部車移動できるからね、基本全部つながってますから、まあすごい時間かかるけどもまあまあそのね道中も含めて、うん、やっぱりなんか全然こうねその場の波動っていうかが違うから、うん、まあそういう意味ではねなんかこれもねちょっとこう、まあ、今年はちょっと思ってるんですよ、うん、なんか外で撮るっていうね、はいはい、なんかこうそれぞれの場所でなんかその空気感を含めて、うんうん、なかなかみんなが行けないようなところとかに行って、うんうんうん、
なんかあの梨を取るっていうのもいいなと思ってるんですけどね。いいですね。まあタムちゃんともほら結構神社であちこち行ったから ね、アイちゃんも一緒に行こうね。行きましょう。いやタマちゃんも行きたいって言ってた。あそう。じゃあ回りたいって言ってたよ。まあじゃあタマちゃんはまああのまあ一人で行ってもらいました。みんなで行きましょう。みんなで行きましょう。はい。ね、だから今まで、ね、なかなかこう行けなかった、まあ僕らだったらやっぱりその九州も全然知らないとこいっぱいあるし、あんまりね宮崎もそうだね。そういえば宮崎も、でも喋ったことないかもしれない。本当ですか。うん、宮崎は私あるけど通り過ぎた感じしかないかな。行ってみたい。ね。うん、なんか。いいよね、あの、うん、あっちの僕宮崎市の方とか行ったことがないので、あのなんだっけ青島とかさ、はい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 、なんかね、あっちの方とかもちょっと一回またね、うん、行きましょう、行ってみたいなと思っておりますんで、なんかね結構皆さんにそういうこうそれぞれの場所でそれぞれの空気感が伝わればいいなと思っておりますんで、はい、今ね後ろをねもう本当にわわわわ言いながらあのちっちゃい子があの歩いてますけど、これね皆さんね、このタイミングでこれ聞けるっていうのはねすごくラッキーなことなんですよ。あの神の祝福ですから、子供の笑い声なんていうのも最高の、あのいわゆる汚れ払いなんで、ぜひ皆さんも一緒にね聞いてください。はい、聞いてくださいということで、あのこれからねいろんなところからまたお届けしたいと思いますので、お楽しみに。どうもありがとうございます。ありがとうございました。